桃子です。軽音部に入っていますよ。軽音部ではニューロンクリームソフトっていうバンドでキーボードを担当してます。お父さんとお母さんはお家で酒屋さんをしてて、お隣のゆずちゃん家はお蕎麦屋さんなんですよ。ゆずちゃんとは幼なじみで、幼稚園からずっと一緒の仲良しさんです。私もゆずちゃんみたいにかっこよくなりたいです。私黒川何子。ああ部活、部活は軽音部でベース担当、ニューロンクリームソフトってバンドで活動してる。ああメンバーは全員軽音部。音楽の方向性は全員違うけど、だからこそいろんな音が集まってて気に入ってる。なんだかんだ言って居心地いいし、見学に来るなら差し入れ忘れずによろしく。はい、名前ですか？葉月ゆず子です。所属はラクロス部の1年です。桃、朝比奈桃子は知ってますよね。彼女と私は家が隣同士の幼馴染なんですよ。ちょっとふわふわってしてるので少し心配してるんですけど、高校生になってバンドも始めて楽しそうにしているからよかったなって。私も勉強にラクロス、あと家の蕎麦屋の手伝いで忙しいですけど頑張ってますよ。先輩はどうして学校に来てるんですか？散歩がてら来たらキーボードの音がしたので気になって寄ってみたんですか？それはつまり桃子が気になってここに来たってことかい？はわわわ、わ、私のために学校まで来てくれたんですか？私のためにわざわざありがとうございます。うん、それはちょっと違う気もするけど、まあいっか。せっかく来たんだし私たちの演奏でも聞いてくかい？ん？他のメンバーはいないのかって？みんな夏休み中はいろいろ予定があってあんまり揃って練習できないんです。だから今はなぎこちゃん先輩と二人で個人練習をしてるところなんですよ。と言ってもやっぱり何の目標もなしに練習するのはやっぱり退屈かもね。あよ先輩、その雑誌は何ですか？ん？これはインディーズ系の音楽雑誌、なかなかマニアックなのが載ってるんだよね。そんな真剣に見て気になる記事でもあったのかい？先輩が見ているのはアマチュアバンドが集まる合同イベントライブの紹介記事ですか。8月の終わりに開催されるみたいです。あよ、演奏バンドをまだ募集してますね。先輩の言う通り、参加すれば目標ができますよ。だけど今のところメンバーは私と桃子だけだし、参加するにしても人数が足りないね。せめてあと一人でもいれば3ピースでいけそうなんだけど。もう3ピースっていうのは3人組で構成するバンドの編成形式のこと。今年は海外旅行組が多いしな、無理に参加させるわけにもいかないし。残念だけどこのライブに参加するのは無理そうですね。ん？いや、待って。いいこと思いついたかも。
わよ。なぎこちゃん先輩の目が鋭く輝きました。もしかしたらそのもう一人のメンバーが目の前にいるかもしれないね、諸君。でも目の前にいる人って先輩しか。イエース、その人とは君だよ、君。突然だけど一緒にバンドやってみないかい？夏休み限定でロックしてみないかい？あやや、先輩が私たちと一緒にバンドを？あ、なぎこちゃん先輩、先輩が突然すぎて目が点になってますよ。それに私もびっくりです。ところで先輩、楽器はできるんですか？小学生の時にトライアングルを少々ですか？そうですね、トライアングルはあまりバンド演奏では使ったことがないと思います。お、でもでもトライアングルを使った演奏も面白いかも。君に頼みたいのは叩く楽器だけど、三角のトライアングルか。じゃなくてドラム、ドラムだっての。いやいや、先輩がドラムを？ん？返事がないな。それはオッケーのサインってことでいいのかい？でもイベントまで1ヶ月しかありません。そんな短い間でドラムを覚えるんですか？じゃあ桃子は彼がバンドに加わるの反対なのかい？私はもし先輩が一緒に演奏してくれたらとっても嬉しいです。今の聞いたかい？私も桃子も君のバンド参加には大賛成。そもそもこのイベントへの参加を勧めたのは君。ここは運命だと思って覚悟を決めてみないかい？先輩がバンドに参加してくれたら私先輩を一生懸命フォローしちゃいます。一緒に練習すれば先輩ならきっとできると思いますよ。だからもしよかったら私たちと一緒にバンドを組んでみませんか？本当ですか？なぎこちゃん先輩、すごいことになっちゃいました。これは面白くなってきたね。よし、これでめでたしめでたしだ。イベントに乗り込んで会場に夏より熱いビートを響かせようじゃないか。これはやばい、一気にたぎってきた。じゃあ新バンドの結成を祝ってソーダで乾杯。先輩と一気飲み対決を始めるとは思いませんでした。12回も挑戦したのに1回も勝てなかったですか？でも12回連続でなぎこちゃん先輩と引き分けるなんてすごいですよ。それより大丈夫ですか？私の肩に捕まってくださいね。先輩の気分が悪いのに笑っちゃってごめんなさい。でもこれからの夏休み先輩と一緒に演奏していくことを想像したらつい。先輩、一緒にいっぱい練習して3人でライブを成功させましょうね。先輩、イベントライブへの申し込みは済ませておきましたよ。これでもう後戻りはできないよ。それからあれを見てください、先輩のドラムを用意しました。すみれちゃん先輩の許可もメールでちゃんともらってます。夏休み中はそのドラムが君の相棒だ。
かり挨拶してくるといい。はい、ドラムにどうやって挨拶するのかですか？普通でいいと思いますよ。夏休みの間お世話になります。どうかライブでいい演奏ができますようによろしくお願いしますね。こんな感じで先輩もやってみてください。仲良くしましょう。おいおい、桃子が返事してどうするっての。あ、いやいや、そうでした。つい、いいドラマーがいるバンドはいいバンドだと言われる。夏のライブの成功は君の腕にかかってるってこと。それじゃあよろしく。先輩、早速練習を始めましょう。あや、気づいたらすっかり暗くなっちゃいました。でも先輩すごいです。今日だけでこんな上達しちゃうなんてびっくりですよ。うん、私の見込んだ通りだ。はい、初心者の自分がライブに参加して本当に大丈夫なのか不安になってきたですか？でも先輩、誰だって最初はみんな初心者ですよ。ふむ、そういうこと。にしても小腹が空いたね。軽く何か食べるかい？じゃあ私買い出しに行ってきますね。甘いお菓子たくさん買ってきます。お、よろしく。君も桃子について行ってくれないかい？もう日が落ちて暗いし。さ、ボディーガードってこと。先輩、コンビニまで遠いので自転車で行きましょう。こうやって並んで走っていると風で涼しいですね。あ、ここから坂道を登らないと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、やや、せっかく涼しかったのに汗をかいちゃいました。でももう少しで坂が終わります。頑張りましょう。なんとか登りきりましたね。でもちょっと疲れちゃいました。さっきからずっと私のスピードに合わせてくれてありがとうございます。はい、わかりますよ。やっぱり先輩は優しいです。クーラーが効いてて涼しいです。ここならすぐに汗も乾きますね。でも体が冷えて風邪をひかないように注意ですよ。先輩、お菓子はこっちです。何を買いますか？キノコの森は一つ買いましょう。タケノコの林も一緒にですね。先輩のおすすめお菓子はどれですか？スペードチップス、ニンニク餃子味。あやや、それを食べるとちょっとお口の匂いが気になりそうですね。でも先輩のおすすめなら買ってみます。あー、デザートのコーナーを見てください。涼しそうなデザートがたくさんありますよ。このゼリーはメロン味でしょうか？でもこの渋い緑色は抹茶かもしれませんね。あや、ゴーヤゼリーでした。ゴーヤだけはどうしても苦手です。あ、飲み物ですか？もちろん買っていきましょう。2リットルのペットボトル4本も買っていくんですか？確かに練習中は喉が渇きますけど、そんなに買ったら帰り道が重いですよ。さすが先輩です。やっぱりこういう時に男の人が一緒だととっても頼もしいですね。私、男の人と二人でお買い物なんてお父さん以外としたことないから、こういうのってとっても新鮮です。
下り坂なので楽ですね。はい、本屋さんですか。じゃあ少しだけ寄り道しましょう。楽器の入門者のコーナーはこの辺りです。欲しいのはドラムの本ですよね。あ、あそこの棚にありましたよ。近くに台がないですね。でもこの高さなら届くかも。お茶出しと注文機器を頼めるかな。わかったよ。お茶とおしぼりを出して注文を取るんだね。あとはできたお蕎麦を運べばいいのかな。ううん、お蕎麦は私が運ぶから大丈夫。ももはお茶とおしぼりと注文をお願いね。でもそれだけでいいの。うん、それで十分。ももよろしく頼むね。うん、わかった。しっかりやっちゃうよ。先輩は厨房でお皿洗いをお願いします。洗い物がないときはももを手伝ってあげてください。私は二人をフォローしながらお父さんたちを手伝います。先輩頑張りましょう。そろそろ時間なのでお客さんが来ますよ。いらっしゃいませ。お茶とおしぼりをどうぞ。はい、お隣の酒屋の看板娘がどうしてここにですか。今日はゆずちゃん家のお手伝いをすることになったんです。ご注文はどうぞ。天ざるとカモセイヌを一つずつですね。ありがとうございます。はーい、そちらもすぐにお伺いします。よしよし、今のところは順調だね。あれ先輩、皿洗い慣れてますね。どこかでバイトしてたんですか。家の手伝いでよくやってたんですか。私より手際がいいかもしれませんよ。はーい、ご注文はどうぞ。
ムジナそばですか？ムジナそばはタヌキの揚げ玉とキツネのお揚げが両方入っているおそばですよ。とっても美味しいのでおすすめです。いやー忙しい。モモ、向こうのテーブルのお客さんにもお茶とおしぼりお願い。はーい。あ、でも焦らなくていいからね。お茶持ったまま急ぐとまた転んじゃう。モモ？あー、やっちゃったって、あれ？あやや。先輩すごい。モモを抱き留めながら落ちそうになったお茶までナイスキャッチしてる。先輩助かりました。注文のざるそば20人前できたよ。あやや、おそばのせいろが塔みたいに積み上がってます。二人ともありがとう。おかげさまでお昼時を乗り切ることができました。あとはこのおそばを届ければ無事終了です。とりあえずお店はお父さんたちに任せて、これは私たち3人で持っていこうと思います。でも私、こんなに高く積み上がったおそばを持っていける自信ないよ。それなら大丈夫。注文してくれたのはうちの近くの帽子屋さんなの。あの帽子屋さんならここから近いね。よく行くお店だよ。おそばも分けて持っていけばいいし。え、先輩が一人で10人前も持って行ってくれるんですか？いくらなんでもそれは無理。あやや、本当に一人で持てちゃいました。感動です。ああ、また忙しい時は先輩にバイト来てもらおうかな。毎度ありがとうございました。帽子屋さんがたくさんの注文を受けてくれたお礼にって麦わら帽子をくれたよ。それも私たち3人分。前にお店で見てて可愛いなって思ってた帽子だからすごく嬉しいな。モモ、よかったね。じゃあお店に戻ろうか。バイト料じゃないけどうちのおそばを振る舞うよ。冷たいおそば、美味しいです。この前、モモに聞きましたよ。先輩たちは今、夏のライブに向けて練習している真っ最中なんですよね。そんな時にお手伝いを頼んじゃってすみませんでした。大丈夫だよ、今日は練習がない日だし。ね、先輩。そうなんだ。じゃあなんで今日、二人は一緒だったんですか？あ、いえ、すみません、なんでもないです。ゆずちゃん、なんで赤くなってるの？え、別になんでもないよ。私って余計なことは聞かないタイプだし。うん、それよりライブ、私も見に行くからね。ゆずちゃんが来てくれたらすごく嬉しいよ。モモ、さっきからずっとその麦わら帽子見てるけど、そんなに気に入った？うん、ライブの時にかぶって出場したいくらい。先輩もお気に入りなんですか？じゃあ一緒にかぶって出ましょう。お揃いの麦わら帽子でライブ出場か。いいかもね。その麦わら帽子も似合ってるし。ほら、先輩もモモの帽子とっても似合ってるって。あやややありがとう。そうだ、いっそのことこの麦わら帽子をバンドの象徴にしたらどうかな。バンドメンバーは3人なんでしょ。麦わら帽子もちょうど3つあるし。私のはバイト代として2人に譲るからさ。3人で一緒にかぶって出場したらいいと思うよ。それいいアイディアだよ。モモ、応援してるからライブ頑張ってね。うん、頑張るよ。
しね。可愛くて夏らしくて今度のライブにぴったりだと思うんです。あ、先輩、今なげこちゃん先輩と麦わら帽子のお話をしてました。なんで眉間にシワを寄せてるのかって、いや、桃子たちがそれをライブで被るのは自由なんだけど、でも私は麦わら帽子はいいかな。そういう柄じゃないっていうか、あね、今日は帽子を持ってきたから試しにみんなで被ってみませんか。なぎこちゃん先輩も絶対似合うと思うから。いや、絶対似合わないから。なぎこちゃん先輩、少しでいいからお願いします。わかった。じゃあ少しだけ。やったー。およ、どうした、桃子、今ふらつかなかった？大丈夫です、なぎこちゃん先輩、これがその麦わら帽子ですよ。ああ、これは確かに可愛いね。だから私にはやっぱ似合わない。かぶらなくてもわかる。うん。あやや、そんな。まあ、この夏限定のバンドだしね。ライブの時は私も付き合うよ。だから泣かないの。でも今かぶるのだけは勘弁。これで3人揃って麦わら帽子でライブに出場できますね。それよりバンド名をどうするかだね。ぼちぼち決めないと。このままじゃバンド名がいつまでもかっこ仮だ。それなら私考えていたのがあるんですけど。ほう、それはぜひ聞きたいね。ニョロンマーブルソフトっていうのはどうでしょう。ニューロンクリームソフトは女の子だけのガールズバンドだけど、このバンドは先輩も一緒なのでチョコも混ざったマーブルソフトです。あ、ニョロンの意味ですか。それは可愛かったのでなんとなくで決めました。ニョロンマーブルソフトか。君はどう思う。賛成してもらえて嬉しいです。一晩寝ないつもりで考えた甲斐がありましたよ。でも本当は11時過ぎたら眠くなってすぐに寝ちゃいましたけど。反対がないならこの名前でいっか。実際のソフトクリームもニョロンとしてるし、可愛い麦わら帽子にも合いそうだしね。君もそれでいいよね。よし、バンド名も決まったし、あとはライブに向けて突っ走っかね。ニョロンマーブルソフト、この夏に冷たくて美味しいバンドですよ。こんにちは、みんな頑張ってますか。ゆずちゃん、いらっしゃい。差し入れ持ってきたよ。じゃーん、うちのお店特製のスタミナそばです。長芋に納豆、オクラにメカブが入ってます。これを食べて粘り強く頑張ってください。これはありがたいね。キズちゃん、ありがとう。すごい先輩、短期間でここまでできるようになったんですね。え、誰も知らないところで血の滲むような努力をしてたんですか。先輩は最初から上達が早かったです。すごく頼もしいですよ。初めからこの結果は見えてたけどね。だからニョロンマーブルソフトに誘ったんだ。ニョロンマーブルソフト、ニューロンクリームソフトの姉妹バンドって感じかな。夏だけの特別バンドって感じ。いやいや、そう思うと今から寂しい気持ちになってきちゃいました。
桃ったら目を潤ませちゃって、それに顔も赤いしって、桃桃子、もしかして熱があるんじゃないのかい。さっきふらついてたし。いや、私なら大丈夫ですよ。さあ先輩、一緒に練習を。ほよよ、桃子、桃、先輩、桃のおでこやっぱり熱いですか。すぐ保健室に連れて行きましょう。して来てたんですね。夏のイベントが決まってからずっと張り切ってたしね。君と一緒に演奏するのが相当嬉しかったみたいだ。悪いけど桃子を家まで送ってもらえないかい。部室を開けたまま学校を出るわけにはいかなくてね。戸締まりが済んだらすぐ追いつくから。先輩、私も一緒に行きます。え、自転車の後ろに乗せていくから自分だけの方がいいですか。わかりました。なら私も黒川先輩と一緒に後から行きますね。桃のことくれぐれもよろしくお願いします。あやや、私抱っこされてます。先輩が送ってくれるんですか。本当にごめんなさい、練習中にこんなことになっちゃって。そういえば前にも先輩と自転車に乗りましたね。あ、今日は二人乗りですか。大丈夫、後ろに乗れますよ。これは麦わら帽子、日よけですか。ありがとうです、先輩。で頭がぼーっとしちゃってます。私、先輩の背中に寄りかかってて重くないですか。はい、じゃあお言葉に甘えちゃいますね。先輩の背中、とってもあったかいです。先輩、送ってくれてありがとうございます。シャッターが閉まってるのは今日お店がお休みなんです。お父さんとお母さんはお出かけ中です。夜までには帰ってくると思いますよ。あやや、部屋まで送ってくれるんですか。はあ、えへへ、また抱っこされちゃいました。熱が上がってるかもですか。でも体が熱いのは先輩に抱っこされて恥ずかしいからかも。お家の鍵はこれですよ。先輩、パジャマに着替えますから後ろ向いててもらってもいいですか。はい、じゃあ目をつむっていてください。ちゃんとですよ。もういいですよ、先輩。おでこが冷たくて気持ちいいです。先輩、耳を貸してもらってもいいですか。誰もいないですけど、それでも恥ずかしいので。先輩の後ろ、もっと元気な時に乗りたかったです。なんだか眠くなってきちゃいました。先輩とのライブ頑張る。わざわざお家まで送ってくれてありがとうございます。
お礼が言いたくて電話しちゃいました。じゃあそれだけです。はい、私はもう大丈夫です。それに寝る前に先輩の声が聞けてよかったです。これできっといい夢が見れると思いますよ。じゃあおやすみなさい。先輩もいい夢を見てくださいね。ついに夏のライブイベント本番の日が来ちゃいました。今日はゆずちゃんも応援に来てくれますよ。それにしても暑いね。昔から強い日差しは苦手なんだよね。でも君がいてくれて助かったよ。私たちだけで荷物を全部運ぶのは一苦労だし、君さ、さっきから一言も喋らないけど、そんなに荷物持ちはきついのかい？そうじゃなくて、ステージを前に緊張してるんですか？ふーん、君でも緊張するんだね。先輩、大丈夫ですか？適度な緊張感はあった方がいいって言いますよね。私も少し緊張してますけど、どちらかというとバクバクの方が大きいです。ともかく楽しもうじゃない。終わって楽しかったと思えればこのライブは大成功だよ。リハーサル時間短いね。大盤だから仕方ないけど。先輩はいつも使ってるドラムじゃないからいろいろと不安ですか？悪いけどそこはなんとか頑張ってよ。大盤形式のイベントでドラムをフルセットで持ち込むのは無理だしね。会場が野外で暑いのもひたすら我慢だね。でもニョロンマーブルソフトの守り神が守ってくれますよ。ん？守り神って？この麦わら帽子ですよ。帽子が日差しから私たちを守ってくれます。げ、やっぱり被るのかそれ。まあ約束だから覚悟はしてたけど。なぎこちゃん先輩絶対可愛いですよ。可愛いってさ、褒め言葉だったっけ？もも、応援に来たよ。ゆずちゃん、待ってたよ。あら、もうすぐ本番が始まるみたいです。ついにステージの幕開けですよ。私は観客席に行くね。もも、応援してるよ。皆さんも頑張ってください。お、次は私たちの出番だ。みんな準備はいいかい？はーい。先輩もドラムスティックを手にやる気満々です。じゃあお約束ってことでエンジンでも組みますか？あ、いやいや、肩を組むんじゃなくて手を合わせる方ね。はーい、これでいいですか？私の手が先輩となぎこちゃん先輩の手に挟まれちゃいました。このライブは私たちニョロンマーブルソフトの初舞台だ。さっきも言ったけど、ライブは楽しくなきゃ意味がない。悔いのないようステージを楽しもう。うん、いっぱい楽しむよ。じゃあ行くか。ニョロンマーブルソフト、せーの、えいえい、おー、最高のステージにしちゃいましょう。あ、始まった。ももも黒川先輩も麦わら帽子かわいい。彼は、うん、まあいいか。
とにかくニョローンマーブルソフト最高。あやあやややん、キーボードの音が消えた。あやや、私のキーボードの音だけが出ません。あれ、様子が変だけどどうしちゃったんだろう。観客席のみんなも心配し始めてる。何が起こったのかな。桃子、原因は多分シールドの断線だと思う。すぐに予備と交換。うん、なぎこちゃん先輩、できました。あや、それでも音が出ないです。どうしたらいいんでしょう。何か見落としがないか確認してみっかね。あやや、なぎこちゃん先輩、手も震えてきちゃいました。桃子、焦るな。でも私のせいで演奏が。先輩、頑張りますよ。でも手が震えちゃってます。このままじゃ私のせいで演奏が失敗しちゃうよ。先輩、終わって楽しかったと思えればライブは成功ですか？ああ、彼の言う通りだ。桃子、このくらいで気に病むなっての。いっそのこと、このトラブルもひっくるめて楽しんじゃえばいいんだ。先輩、わかりました。おや、先輩、原因もわかりました。シールドを抜くときに落としたアンプの電源を入れ直すのを忘れてました。よし、桃子、演奏を続けよう。なぎこちゃん先輩、無事に再会したみたい。それにしてもみんなかっこいいな。私も楽器始めたくなっちゃうかも。重低音で打ちのめせ。ふんわりいくよ。スラップしすぎて最後の最後に弦が一本いっちまった。でも気持ちよかったからよしとすっか。先輩、今日は演奏中に助けてくれてありがとうございました。先輩のおかげで最後まで演奏できましたよ。まさか一番緊張してた君に助けられるとはね。でもこれで解散だと思うとすごく寂しいです。これを機会にまた一緒にやりたいね。ああ、私も大賛成ですよ。先輩はどうですか？また一緒に演奏しませんか？はい、眠くてちゃんと話を聞いてなかったんですか？よっぽど疲れたんですね。本当にお疲れ様でした。駅に着いたら起こしますので、それまでゆっくり眠っててくださいね。もしこれで解散になったとしても、ニョローンマーブルソフトは私にとってこれからもずっと大事なバンドです。それにこの麦わら帽子も私の宝物ですよ先輩。